皆さんこんにちは、 MSTV アシスタントの小鳥ちゃんこと高梨レイラです。今回はですね、スズキのハヤブサを2台用意して、今回履いているタイヤはですね、ダンロップのロードスマート4とロードスマート 3S、 この2台を装着したハヤブサに乗って比較をしていきたいと思います。まずは直感でこうで、その後こうスペックを見て自分が感じた認識と合ってるかなっていう風にチェックしようかなと思ってます。はい、本当にね、タイヤインプレね、はい、2台同時にちゃんと履いてないと分かんないし、うん、あとその2台が同じ車両で、うん、同じセッティングちゃんとなってるかどうかを、はい、私がね最初にね前日にチェックしておいたんで、同じ車両を用意してタイヤテストができるので、セッティングがちゃんと同じようになっているか、6、7、8、はい、こっちも同じセッティングになってるかどうか、6、7、8、そしてリアサスペンションも1回転と半分、ありがとうございます。サスセッティングとかも同じにして、はい、2台のハンドリングに違いがないっていうところを分かった上でちゃんと履き替えてきました。はい、白ブサにロードスマート4、そしてグレーブサにロードスマート 3S。 はい、はい、この2台の装着車両を持ってですね、うん、箱根まで行きながら、はい、ちょっとインプレスしていきましょう。はい、それではスタート、ゆっくりでいいよ。小鳥ちゃんが履いてるのがロードスマート4、私が 3S です、はい、タイヤ新品だよまだね。直進性、ハンドリングの軽さ、俺は意外と 3S ちょっとまったりした感じに感じるな。ちょっとここぐるぐるします、一回。はい、どうせだったらね、なるべく同じところ回った方がわかるので、うん、ちっちゃく細かく一回ガレージ前に戻ります。で、ちょっと乗り換えよう、はい、そしたら車両乗り換えて、私が4、小鳥ちゃんが 3S。 これでちょっと街乗りの雰囲気試してみましょう。交差点、あ、交差点ね、あ、軽いわ、ハンドリング全然軽い、それはすぐ分かった。最初のこの最初ここね、スッとオートバイ寝るのよ。あー、でも寝かし込みは4の方がいいかもしれないです。うん、あの交差点とかその曲がる時の、うん、あ、乗り心地もこうマンホールの上をねポンポンって乗った時ちょっと柔らかく感じるな。さあ、ロードスマート 3S にまた私が戻って、小鳥ちゃんがロードスマート4に乗り換えました。うーん、寝かし込みがこっちの方がスッて寝てくれる感じがするかな。 3S はね、逆に唐突さがなくて、すごく自然、ニュートラルな曲がり方。まあその分ちょっとハヤブサの重さ感出るかもしれないけど、逆に自然。まあスマート4のがスポーツ性が高い、間違いなく。もうこれはわかるわ。さあ、首都高を乗ります。こうやって首都高でもちょっといいペースでね走れるところ、もう車のペースの感覚だともうちょろいもんだぜみたいな感じだよね。うん、なんか直進こう走り出してしまえば、うん、気持ちよく本当走れますよ。じゃあこの調子でちょっと御殿場の方まで行ってみましょう。はい、ちょっと渋滞あるかもしれないけどね。さあ、どう、何度か乗り換えてきたけど、なんか感じるとこある？なんかこっちのロードスマート4の方が吸収性、乗り心地はいいかなって感じます。そうだね。はい、うん。確かに。なんかこう、柔らかいんだけど、でも決してふわふわしてるわけではないので、うん、乗ってる時の安定感は感じます。まあ、さっき街乗りしてて感じたのは、結構寝かし込みがこっちの方がしやすいって思ったんですけど、うん、はい、まあ、それを一番本領発揮するのは多分この後のワインディングなんで、そこでちょっと改めて、ね、確かに、はい、なんかちょっと感じてみたいなと思ってます。
足柄までやってまいりました、はい、高速道路を使って、結構交代しながら走ってきたけど、はい、ひたすら交代しました。うん、ひたすら交代したね。なかなか難しいけど、でもちょっとやっぱり分かるね、はい、2つ履き替えてると。そうですね、うん、まあ、さっき走りながら喋った通りかな、うん、なんかこっちの、ロードスマート4の方が気持ち、うん、こうショックの吸収、うん、高速道路のつなぎ目とかがいいのかななんて思いました、うんうん、はい。で、溶け具合とかが大体同じぐらいかなと思ったんですけど、うん、降りてみて思ったのが、うん、こっちの方が若干こう中央部分、そうだね、ここ結構溶けてるっていう感じがするんだよね、うんうん、逆にこっちは全然溶けてなくて、なんならまだヒゲもこっちは残ってるんですよね、うん、真ん中部分これだけ走ってきて、はい、うん、なんかね、ロードスマート 3S はシングルコンパウンドで全部同じなので、うん、全体的に、まあ、ソフト傾向にあるのかな、うん、対してロードスマート4は、うん、柔らかいところは、まあ、サイドに持っていって、うん、ここのねストレート部分を逆に少し固めのコンパウンドを使って耐久性上げてんじゃないかなって、そういう雰囲気だね今ね見るとね、うんうん、まあ、あとショックの吸収性に関して乗り心地がいいなと思うのは、はい、ここのサイドの構造をちょっと変えてるらしい、はい、なのでここでショックを吸収して全体的に乗り心地を上げてるんじゃないかなと思うので、まあ高速道路を使ったロングツーリングも好かれない仕様になってるのはやっぱりロードスマート4、はい、という形になりますかね、うん、はい、ということで高速道路行ったあとは、はい、やっぱりワインディングだね、はい、ぜひ行ってみたいと思います。はい、小鳥ちゃんが今ロードスマート4から 3S に乗り換え、私がロードスマート4に乗ります。よっしゃ。あ、やっぱりね、目が早い。別に 3S でもはやぶさ軽いって思ったけど、さらに軽いわ。ここ早いもん、切り返し早い、滑らかですよね、うん、この方が接地感が安定してる。ちょっとやっぱりワンランク上のタイヤに感じるな。ただね、3S 安定感があるよ。要はね、まあ、初めてのビッグバイク、慣れてないビッグバイクでこんなに軽いとちょっと怖いかもしれないのが、はい、なんかね、安心して乗ってられる。最初に履くタイヤとしては良さそうです。もう全然。さあ、再び車両を乗り換えて、小鳥ちゃんスマート4。私が 3S。 一発目のコーナーでわかんじゃない。いや、寝かしが全然レベルが違う。気持ちいいね。本当だよ、やっと涼しい感じはあるよ。あとは日陰が欲しい。でも気持ちいいね、ワインディング。はやぶさ気持ちいい。お疲れさんでした。お疲れ様でした。どうだった？楽しかったです。楽しいね。俺もね、タイヤテストって言ったらね、はい、やっぱり1台で来ても、うん、そりゃよくわからないと思う、うん、比較がないとなかなか難しい、うん、けど今回は同じハヤブサで、うん、タイヤを4と 3S で履き比べるとかなり違いが分かったし、うん、 そうだね、そこが楽しさでもありました。そうだね、今回私としてはこっちのロードスマート4、うん、白いハヤブサに履いてる方に着眼点を置きますと、うん、まず感じたのは、うんうん、高速道路でも感じてたんですけど、はい、まあ、柔らかさ、吸収性とか、うん、はい、ギャップとかのね、うん、もあったんですけど、それよりも、うん、ハンドリング、うん、もうワインディング行った時の乗り心地感が全然違うし、うん、そうね、確かに。やっぱりこっちの方が後発で後から出ただけあって、うん、ちょっとよりなんか遠くへ行きたいっていう、うん、それもね、疲れとか天候に左右されずっていうダンロップが歌いに出してるだけあって、うん、もっと走りたいって思いますもん、はいはい、うんうん、はい、全モデルの3と比べても全体的に性能がアップしてるのを身をもってすごく感じました。すごいね、うん、今回はものすごくはっきりものが言えるよね。わかりました、はっきりわかりましたし、うん、ワインディングも全然寝かしやすい。全然違うね。寝かしやすいし、うん、立ち上がりも開けやすい、うん、そうだね、うん、はい、俺から言わせてみるとね、まあ、この実は 3S も、まあ、併売で今一緒に売っていくんでね、はい、なんでなんだろうなと思ったら、
基本的にはねかなりコストパフォーマンスがいい、うん、値段をかなり安くしてるはずです、はい。特にリアタイヤに関してはあの3分割構造っていうのをね、うん、スマート3そしてこの4は、うん3分割構造をしたんだけど、うん、3S の S はシングルのことなのかな。シングルコンパウンドですよね。あのこれリアタイヤ見てみるとねまずねこっち4の方はここやっぱりねコーナリングしっかり溶けてるんでしょ、うんうん、それに対してストレート部分ってね本当にねしっかり持ってんのよ、うんうんうん、に対して 3S はシングルコンパウンドなんでじゃあグリップ力そんな良くないのかっていうとここしっかり溶けてるけど、うん、実はストレートの部分も意外とちょっと溶け始めてるなっていうと、うんうん、やっぱりねストレートの部分の持ちがちょっと落ちるのかなとは思う、うんうん、そういった意味ではこの4は横のグリップ力をものすごく上げるというよりはストレート部分を結構しっかり持たせて耐久性を良くしている、うんうん、だけど実際にフロントタイヤのこの溶け方を見てもフロントタイヤに関してはね本当にね3S も4も、はいまあ、同じような溶け方で、ねはい、いい感じで溶けてるけど、うん、どっちがどういう人におすすめかっていうと、はい、もう完璧にね4はやっぱスポーツライディング楽しんでる人だね。だって速いもん。早いあのコーナリングしててどんどんコーナリング速度違いますよね。そうそうそう同じ早めさ乗っててもペースが上がってきちゃう。対して、3S はね逆に言うとそんなにマシンをガンガン寝かして走ろうと思ってない人は全然俺は 3S でもいいなと思う。ドライグリップに関してはそんなに差はないかもしれないけれど、うんまあ、ハンドリングで結局楽しさを生んじゃってるんで、うん楽しみたい人、うんはやぶさってもともと左感というかね低速でスパッとこう寝る感じっていうのはあるんだけど、うん、それをよりより感じられます。感じるし、うん、逆に、S の方はね 3S の方はね、うん、まったりした感じがあるので、うんあんまりオートバイ寝かさないでゆったり走るツーリングのような走り方をする人にとっては俺はなんかそんなシビアにならなくて済むので、うん、全然この 3S もいいなと、うん、まあ本当エントリーツーリングモデルっていう感じですね。そうだね。やっぱりタイヤはね選びたいね自分の走りに合わせて ね、うんうん、それ今回小鳥ちゃんはいたくさん分かってよかった。はいあの今までちょっと心配だったもんねタイヤインプレ難しいよねって言ってたもんね。いや今でも難しいと思いますし、うんうん、今回ぐらい条件を揃えたから分かったのであって、うんうん、だけどあの知ることによってやっぱり自分でねタイヤ選ぶ幅も広がりますし、うん、こうやって動画を見てくれている視聴者の方の、うん、まあ少しでも参考になったらいいなって思いました。はいということで以上またお知らせしたいと思います。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回試乗した車両については詳細欄にリンクが貼ってありますので気になった方はぜひチェックしてみてください。また NSTV 制作委員会へのご参加もお待ちしております。